私の名前は薄松優。巷でも話題のインフルエンサー。私が投稿すればたくさんのいいねが来るの。あー、今日も私かわいい。よし、書こう書こうっと。ちょっと、すいません、痛いんだけど。最悪、やめてよ。いや、私はそんなつもりなかったよ。ねえ、マミロンマンマミ見て、フォロワー増えちゃいました。すごいね。もう私結構有名人になっちゃってさ、街で会うたび声かけられちゃうのかなって不安で。もうやっぱ私って可愛いのかな、やっぱり。困るな。でも確かに SNS でもすごいチヤホヤされてるっていうか、やっぱ私の美貌に気づいてるって感じだね。じゃあ私加工で忙しいから行くね。あ、うん、バイバイ。何今のね。ただいま。てか最近伸び悪すぎなんだけど。なんでこんな可愛く加工してるのに。てかいつまで加工しなきゃいけないんだろう。偽りの自分。いや全然そんなことないって。おはよう。あ、おはよう。何でした。待って、名前。そうだよ。なんかすっごい垢抜けたね。え、そうかな。どうしたの。ちょっとメイク変えたんだよね。え、どうかな。何そのメイクを教えてよ。うん、いいよ。マジで。じゃあ今日の方がうち遊びに来る。え、いいの。うん、お願い。いいよ。じゃあ早速メイク方法教えるね。ありがとう。今使ってるのだと、そうだね、結構ファンデとかが浮いてきちゃったりしてるね。本当に。うん、自分ではあんまよくわかんないんだよね。そうだよね、なかなかコスメって難しいよね。いつも加工してるからさ、慣れないっていうか。そっかそっか。私が使ってるコスメマジおすすめだから早速やってみよう。うん。このクッションファンデ、去年ティルティルで一番バズった新作なんだけど、時間が経っても崩れにくくて、メイクしたてのツヤ肌がキープされるの。え、軽いつけお持ちなのに強力なカバー感があって透明感のある肌に仕上がるよ。え、本当に使ってみてもいい。もちろん。ありがとう。お願いします。すごい軽いつけ心地でしょ。でもこれさ、マスクとかについちゃうんじゃない。これ実はマスク汚れも気にならないし、動物由来の成分も使ってないから敏感肌の私にもぴったりなんだよね。え、それはありがたい。私実は敏感肌だったの。そうだったの。めちゃくちゃ合うと思うよ。めっちゃいい。色とかもすごい。じゃああとはアイシャドウとリップ塗っていこっか。うん。え、待って、自分じゃないみたい。めちゃくちゃ可愛くなってるよ。ありがとう。これで加工しなくて済む。加工に頼らないでもユウは十分可愛いんだから。ありがとう。自信持って。うん。記念に自撮りしとこうっと。無加工でも全然漏れてる。本当に。やったね。ありがとうね。これでユウは自分に自信がついたのだった。ねえ、みんな聞いて、またフォロワー増えちゃった。あ、私のアカウントフォローしといてね。可愛いから。今回はテレテレから発売前に先にこのオーラクッションをいただいて試してみたんだけど、本当に良すぎた。え、また話題になりそうね。このオーラクッションは今日4月5日オフライン先行販売です。気になる方、使ってみたい方はアットコスメ、ロフト、プラザ、バラエティショップに行ってみてね。一緒に可愛くなっちゃおうぜ。イエーイ。うちらは可愛いで。うちらは可愛いで。オーラクッション。オーラクッション。